指導の順番としてインステップ、アウトフロント、インフロント、サイドキックで進めていく。じゃあなぜインステップキックから導入していくかっていう、人間は走るときにまっすぐこうやって走りますよね。走ったまま当てるっていうこと、そこから入っていくことによってスムーズにキックの動作が習得できると思う。ボールの正面を蹴るためにボールの後ろっていうことで意識、外側を蹴らないとまっすぐにはいかない。くるぶしに近いところ、前傾姿勢 で前に送る。そう、動きながらいろんなキック使いながらゲート通してごらん。もっと強くぶつける、ぶつける。そう、